はい、ゲームコレクターの酒館です。チャンネル登録よろしくお願いします。今回紹介するのはスーパーウィングコマンダー、エレクトロニックアーツビクターが1994年7月9日に発売したタイトルで、定価は税抜き、8800円。はい。で、パッケージの表面を見るとね、まあ宇宙で戦ってるシーンかなっていう、まあシチュエーションですね。まあちょっとこう、こっちが手前にあるのが多分磁気だと思うんですけど、ちょっとそこを傾いた感じでね。まあ、で、奥行きの向こう側で爆発してるシーンもあって、まあ迫力があるんだけど、手前に映ってる、てか左側に映ってるね、やつは味方なのかな。とか、まあいろいろ考えるところはあるんですけど、で、なんとなくこう、色合いとかが、ちょっとなんかレトロ感があるのは気のせいでしょうか。はい。で、右上にね、オリジンのロゴがあって、左下に EA のね、エレクトロニックアーツのロゴがあり、右下には 3DO のロゴと 3DO システム専用の、表記があります。で、ロゴはね、英語表記でスーパー、ウィング、コマンド、コマンダーか。スーパー、ウィング、コマンダーって3段表記なんですけども、日本語表記だとね、カタカナだとスーパーウィングコマンダーってあって、この厄介なのが、イがちっちゃいんですよ。スーパーウィングコマンダーって書いてあるんですよ。これがこのタイトルでいいのかがちょっと悩みどころです。で、側面を見るとね、縦書きでスーパーウィングコマンダーってあるんですけど、ここはね、イがね、大きいんですよ。だからここはね、スーパーウィングコマンダーって読むんですね。だからこれどっちがタイトル正しいんだろうって悩むことになるわけですよ。まあ、ちなみに側面にはね、コードはないんですが、EA のね、ロゴは入っています。で、裏面を見ると、映画のようなストーリーをリアルな映像と音声で楽しめる SF フライトシミュレーション。27世紀の宇宙を舞台に迫真のバトルが展開される。ウルティマシリーズ、ストライクコマンダーなどでおなじみのオリジン社の最新作。3DO の機能を最大に活かした究極のグラフィックとゲーム展開。SF 映画さながらのリアルな映像。個性的な登場人物たち、迫力のサウンドと効果音ということで、まあ、スクリーンショットがね、6枚あるんですけど、これだけだとね、よくわかんない。なんでよくわかんないかっていうと、まあ、多分、この、個性的なね、登場人物が見られないところかな。まあ、若干見えてんだけど、まあ、わかりにくいんだよな。あと、戦闘シーンっぽい戦闘シーンが見えないのかな。まあ、でもなんとなく宇宙空間でね、なんかこう、なんだろうな、スターウォーズというか、スタートレック的な、こう、なんか宇宙船内の雰囲気があるのかなというところはありますね。で、コードが FZSJ1653 で、定価で税別8800円の表記ありますね。で、そういえばパナソニックのロゴないから、やっぱね、松下って入ってないですね。ビクター、エレクトロニックアーツビクターですね。はい。で、中を見ると、まあ、トリセツとディスクなんで、中古で買ったのかな、これは当時。で、取扱説明書の中を見ると、プロローグ。発達した科学力で広大な宇宙の開発を進めていた地球連邦。その開拓範囲はまだ誰も足を踏み入れたことがない、未知の星域にまで広げられていた。ある日、新しい星の開拓調査に出ていた地球連邦の植民探査船は、ベガ星域を航行中に見たこともない謎の宇宙船と遭遇。探査船は未知の何かとの遭遇に友好的メッセージを送ることでコンタクトを開始したが、謎の宇宙船は探査船にレーザー砲撃を行い、宇宙の木図と消し去ってしまった。この謎の宇宙船に乗った異星人こそこれからの地球を恐怖に陥れていくヒルラシー帝国だったのだ。高度な知能と科学力、脅威の軍事力で地球を襲ってくるヒルラシー帝国。地球連邦の植民地や宇宙船はその襲撃になすすべなく沈んでいく。この事態に地球連邦はついにヒルラシー帝国との宣戦を布告するのだった。探査船襲撃事件から25年、ヒルラシー帝国の強大な軍事力に苦戦する地球連邦軍は最後の砦とも言える
攻撃戦艦、宇宙空母タイガーズクローを戦闘の最前線へと送り込み、ティルラシー帝国軍とシーユを決することにを決定した。そしてこの戦いに勝利すべく、これまでの長い戦闘の中でティルラシー帝国軍を苦しめた、歴戦の勇士たちと、今年士官学校を優秀な成績で卒業し配属されたマーベリック中尉を戦闘機のパイロットとしてタイガーズクローに送り込んだ。果たして宇宙空母タイガーズクローはこの戦争に勝利を収め、地球に再び平和を取り戻すことができるのか、すべては出撃する彼らたちの腕にかかっているのだった。ということで、まあ基本プレイヤーがこの今年、優秀な成績でね、配属されたマーベリックなのかなって感じはするけど、もういきなり注意から始まるんですね。出世、でも優秀だからかな。はい。まあプレイヤーは操作しないと優秀かどうかわかんないんですけどね。はい。で、コントローラーのね、一応操作説明を一通りここに丸っと入っている。っていうか、これボタン説明だけだね。はい。ということで、操作一覧表はここのね、2ページに丸っと、こっちでテキストで書かれてるんですね。はい。で、休憩室。休憩室はタイガーズクローの船員たちが休憩する場所です。他のパイロットたちと戦略について話をしたり、飛行テクニックの練習をしたり、兵員室へ進んだりすることができます。ということでね。ちょっと個性的な、表情というか、結構、当時のね、リアルビジュアルというか、ドットベースなんだろうけど、ちょっとね、シリアスな顔が見えるかな。プレイ動画の方に入ってるかもしれないですね。入ってたかもしれないですね。で、シミュレーター。実戦を始める前にシミュレーターでトレーニングができます。ということですね。で、兵員室。兵員室は特にいいか。で、作戦室があるのか。で、コックピット。コックピットの形は戦闘機により異なりますが、基本的な機能は同じです。ということで、ホーネット、シミター中戦闘機、レイピア中戦闘機、ラプター系戦闘機って、別々のコックピットがあることはね、わかりました。で、コックピット画面の解説って入ってるけど、これ、数字振られていても、これ、わかんないよね。ていうか、次のページからあるんだね。ビュースクリーン、レーダーディスプレイとかね。ああ、そういうことか。レフトビデオディスプレイ、ライトビデオディスプレイ。あと、いろいろ、もろもろ。で、ミサイル。結構細かい表示になってるんだね。で、オンボード、コンピューターの使い方。で、ナビゲーション、コミュニケーション。その他いろいろね。まだあると。で、着艦。着艦のための条件。目的地点、目標地点、ナビポイントを1箇所以上通過、任務目的を1つ以上達成、1機以上の敵機を撃墜、次機のダメージが大きい、燃料ゼロ。とりあえず成果上げて帰ってこいって感じかな、基本的には。で、ポーズメニュー。で、最後だな、これ、パイロット。地球連邦軍パイロットって言ってね、いろいろこう、出てるんだけど、なんだろうな、この、スピリットって書いてあるから、どこの人なんだろうと思ったら、田中真理子中尉、24歳、日本、北海道出身っていきなり、これ日本人だったのか、とかね。だからみんな、ニックネームと、実際の実名と、出身地が書かれてるんですね、一通り。わからないぞ。で、最後に日本語制作スタッフとかね、スタッフのリストがあって、声優さんの名前も出てますね。ちなみに、スピリットの声優さんは、井上菊子さんだそうです。で、なぜかアンケートハガキがここに貼り付いてるので、このままアンケートハガキを見てみると、エレクトロニックアーツビクター株式会社 3DO アンケート係ということで、3DO の、貼り付けてあるからね、3DO 専用ハガキです。50円貼り付けるタイプですね。で、アンケートにご協力くださった方の中から、毎月抽選で10名様に特製テレフォンカードをプレゼントいたします。時代を感じますね。で、裏面を見ると、
貼り付いてるからちょっと見にくいんだけど、アンケートですね。お買い上げ製品と日時。でもお買い上げ製品って貼り付けてるからね。でも貼り付けてるけども、多分汎用はがきなんですかね、これ。わざわざ製品名書かせてるってことはね。で、お買い上げ日時でしょ。で、この製品を何でお知りになりましたか。この製品を買おうと思ったきっかけは、この製品はどこでお求めになりましたか。この製品についての感想で、3DO 以外にどんなハードをお持ちですか。ファミコン、スーパーファミコン、ゲームボーイ、メガドライブ、メガ CD、ゲームギア、あれ？いいのか。PC エンジン、PC エンジン CD ロム、ネオジオ、パソコン、その他ってあるけど、まあ大体メガ CD 持ってたらメガドライブ持ってるだろうとか、PC エンジン CD ロムっていうのはこう、デュオとかデュオ R だったらそっちなのかなとか、まあいろいろない。スーパー CD ロムのはどうなんだろうとか、まあいろいろあるかな。はい。で、今後 3DO でどのようなソフトを期待してますかっていうのと、当社に対するご意見、ご要望ってあるんですけど、最後にね、これ E3D9403、E3D9403 ってコードが振ってあるんですよね。まあ、EA さんね、エレクトロニックアーツさんのね、タイトルっていうと、メガドラなんかもね、結構、ちょっとね、EA 特有のコードが振られてるんで、多分それに近いんですよね。だから、アンケートはがき、こう、製品名かけてるけど、コードがある。でも、このコードは何のコードなんだろうっていうのは、もしかしたら、3DO の他の EA タイトルのアンケートはがきに答えが出るのかもしれません。で、ディスクを見ると、まあ、ディスクはね、やっぱ 3DO シンプルなんだよな。上にスーパーウィングコマンダーっていう、まあ、英語の表記のロゴがあるんで、まあ、ここでもね、やっぱ、まあ、ウィングコマンダーの E が小さいのか大きいのかのね、ところが判断つかない。ですよね。まあそんな感じでした。はい。ということで、パッケージに興味を持った方はぜひ新品を探してみてください。どうしても見つけられない人は、まあ中古でもいいかな。